えこんにちは。今回ね、ジョジョの奇妙な冒険第4部、まあ、ダイヤモンドは砕けないというね、その回を一気に見てしまったんですよね。実はね、断片的に見たことはあったんですけども、この2日間かけて Amazon プライムで今無料放送してますんでね、1話から最終話まで全部一気に見たのは、これ初めてだったんですよ。まあ、これをもって1話残らず見たなというところでございます。実は あジャンプ週刊、週刊周年ジャンプで連載されていた頃ちょうどね漫画版で私見ていたんですけどもその途中で、まあ、大体漫画を読まなくなってきたんでこの「ジョジョの奇妙な冒険」第4部も途中から見ていないんですよね、まあ、それから時が過ぎて第5部もまだあんまり見てなくて第6部はねある時漫画喫茶で全巻見ることになったんですけどもアニメの方は今公開中じゃないですか で、第6部も完全には全部見てないんですよね。えということで「ジョジョの奇妙な冒険」も第4部あたりから私の価値観が変わったのか生活が変わったのか見なくなっちゃったんでねちょっと心残りだったんで今回時間がしっかりある中でね全部見てしまったんですけどもいややっぱこういう風なね第4部第3部とは違ってもっと言ったらね第3部までとは違ってその1話1話があの森王朝の,その日常をね描いている。 うん、そして、まあ、ジョースケく君だけが主人公じゃないというところで「徐ジ々ョジョの奇妙な冒険」まさに新しい形なんだなと思いましたで登場人物の一人一人が今後どうなっていくのかなこの町でどういう風に過ごしていくのかなっていうのが非常に楽しみなんですよね、うんまあ、というのがスタンド使い結構たくさん出てくるわけですけどもなんか敵だったやつが味方になったり、うん、で まあ一つのね最後キラー・ヨシカゲに対して追い詰めていってとどめを刺すみたいなところで協力したりとかねで主人公の浄介くんもかなりいいところまで行ったんですけども最終的にはスター・プラチナがとどめを刺すみたいな感じでまあ主人公の影も薄いと言われるゆえんなのかもしれませんけどもまあでもね浄介くんの性格とかそれから。 まあ、奥安くんに対してのね友情とかっていうのがものすごくこの物語を引き立てていたなっていうところはありますそれからやっぱりこうスター・プラチナがいるっていう安心感ね私たちが見ていて、うん、でも同時に吉良カゲっていう一人の殺人鬼とバイツ・ア・ダストっていうね成長するスタンドこれがね何と言いますかね本当にたった一人でこの街を翻弄して多くの人を うあやめていいたというところから私たち視聴者もきっとですね吉良カゲを倒すなんか黄金の精神をね分けてもらったような気がしますねでなんか謎が多いんですよあの宇宙人が出てきたり振り返るとどっかに引きずり込まれるようなあの謎の通りがあったりねでこの森王朝っていうのはその仙台にあるそうなんですけども、まあ、村おこしも十分なってるんじゃないかなと思いますよね まあいつか十の奇妙な町訪問商店街訪問をやってみたいと思いますけどもいつになることやら、うんまあ、あれからねこれ連載されてから10年以上経ちますからねもうあまり町おこしって状態じゃないかもしれませんけどもどうなっちゃうか、うん、でなんとなく思ったんですけども、まあ、当時ねやっぱ『ログデラシブルース』みたいな背景がこの『週刊少年ジャンプ』とか『 それを読んでいた私たちロスジェネ世代に結構あったと思うんでそれも色濃く反映されてきて面白かったなと思いますよね、まあ、学園生活ってのはほとんど描かれてなくてね <laughs> で学校の友達もほとんど描かれてなくって、まあ、スタンド使いぐらいしかストーリーには出てこないとかあとねなんか「トニオ・トラサルディ」とかねそれから「ザ・タワー」とかね鉄塔に住む人とかいるんですけども あのストーリーには、大きく直接関係ないものが出てきているところも面白かったですね。あの、これがね、なんでああいうストーリーが。差し込まれてるかっていうと、私なりに解釈すると。その、一人一人の。登場人物の奥安んとかね。まあ、仗助もそうですし。その性格をもっともっと引き出すために、ああいったストーリーがいったんでしょうね、きっとね。あの、スタンドの特徴とか。それぞれの。 工夫する考え方とかね、うんまあ、精神力ですかねそういったものねだから余計に最終的にキラー・ヨシカゲに対して全ての能力をみんなで向けていくんですけどもそういった一話一話の細かいあのストーリーがあったからこそラストにあれだけエネルギーが集中したのかなと思うんですよね。 まあ何にしてもね全部見れてよかったなと思いますこんなに面白いんだったなと私は思いましたね、うん、あのできればね丈介くんにこれからも会いたいなと思うばかりですまあけど最後ねレイミさんがあの世に成仏して帰っていったようにねあのこの町盛尾町に住む丈介くんはじめスタンド使いの皆さんもきっと私たちの住んでいる 社会ににはもうすでにいなくってね、えー、どっか黄金の精神の国に旅立っていったんでしょう、まあ、でも漫画って本当すごいなと実際にこういう人たちがいたらいいのになって思わせるそんな力がありますね荒木博彦さん本当に手塚治虫さんにね、あのー、一目置かれただけあるなと思うそんな作品でしたそしてアニメーションにしてくださった方も十分この荒木博彦さんそして「ジョの奇妙な冒険の世界を」をその黄金の精神をアニメーションとして完璧に表現してくれた。 あ本当にありがたいなと思いますし声優さんもみんなぴったりでしたね声優さんもみんなぴったりうんすごいこれは本当に面白かったであの「ダイヤモンドは砕けない」っていうのは実写版で映画にもなってるんですよ結構酷評されてましたけども私はすごい好きですねあのテンションでラストまで描いてくれればなと思うばかりでございますはじゃあ今日は「ジョジョの奇妙な冒険」第4部「ダイヤモンドは砕けない」についてちょっとねお話ししてみました 皆さんもぜひアマゾンプライムでご覧ください。それではこれから第５部見ます。